こうかな。見つけた。手を貸してくれ。これで終わりだ。やっ、せい、はっ、こりゃ、だー、せい、やっ、せい、ほっ、やっ、せい、こりゃ、ほっ、ほっ、せい、やだ、ちょっと、僕に任せて、あっ、だー、ほっ、やるね。どうもどうも。やるじゃん。セレルナです。おお、これもう終わりなの？敵さんのお出ましだ。手を貸してくれ。スライファーに注意して。弱いね。これからこれから。やるね。すっげーな。弱いね。やったね。ほっ、せい、首つかるヒット。任せて。素晴らしいです。アファシス、ありがとう。やるじゃん。カジロ、それほどでもない。それからそれから。決めた。すっげーな。置いてる。やるじゃん。ありがとうです。やる。見つけた。ヘイトを散らしてくれ。スライファーに注意して。大活躍だね。やったー。ヘイトを散らしてくれ。それからそれから。ヘイトを散らしてくれ。やるじゃん。ちょっと触れなので。ブレイズ、素晴らしいです。まだまだ行くよ。おお、よし。いいペースじゃないか。エネミーだ。スライダーに注意して。これは決めた。手を貸してくれ。どうだ、助けてくれ。ガン、いけいけ。あ、助かります。グレナード行くよ。やるじゃん。カジロ、ありがとう。疲れてね。弱いね。すっげーな。もうちょっと。エネミーが手を貸してくれ。手を貸してくれ。スライファーに注意して。これからこれから。おお、大活躍だね。最高です。おお、弱いね。ちょっと、アファシス、それほどでもないよ。わあ、レアアイテムだ。おめでとう。エネミー、首からヒット。これからそれから。弱いの、決めた。もう終わりだ。いい感じ。最高です。レイちゃん、まだまだ。あ、助かるよ。やるじゃん。ありがとうです。エネミーだ。首からヒット。すごいので。すごいので。うわあ、すごいので。戦闘終了。余裕だったね。見つけた。決めた。決めた。首からヒット。戦闘を繋げてくれ。
エネミーだ。ヘイトを散らしてくれ。やっ、そっか、ガーン。手を貸してくれ。これから、これから。レアアイテムか。ラッキーだね、アファシス。助かるよ。さすが、嬉しいのです。レイちゃん、体が軽いよ。いくよ。ヘイトを散らしてくれ。手を貸してくれ。手を貸してくれ。ダメ。任せて。助かるよ。首つかるヒット。おりゃー、ヘイトを散らしてくれ。グレネードだ。投げるぞ。ガーデン、チャンスなのです。アフシ、助かるよ。燃えてる。僕ってレベルアップ、レベルアップだよ。おっしゃ、レベルアップだ。
デスガンと戦うマスター。マスターが守らなくちゃいけないと思うのはクレハなんですね。わかりました。マスター、ログアウトの処理をします。私は数秒前までマスターのホームで待機し、ちょっとなんであんたがこんなとこにいるのよ。まさかあんたもですが、いや、あんたなんかの顔は見たくないの。早くログアウトしなさい、今すぐ。さっさと行ってないわよ。というかあんたと話す気はないから、ログアウトしないなら。ログアウトならできないわよ。ログアウトボタンが選択できなくなっていたわ。え、セリスカさん？まさかあなたたちがいるなんて。あら、レイちゃんまで来ているのね。久しぶりなのです。今日はデイジーは一緒で。ええ、デイジーちゃんはフィールドに連れて行かないように管理しているから、そのせいかしら。それよりあなたたち、デスガンからの脅迫メールをもらったのかな。イツキさんも？なんでみんないるのよ。少しお話し合いをする。私はデスガンから自分と戦えってメールが来たわ。だから返り討ちにして捕まえてやろうと思ったの。 OK したら妙に細かい指示があって。僕もほとんど同じ内容だったよ。ではあの時の決闘やスコードロンの離脱は演技だったの？ううん、本気だった。デスガンと戦う前にモヤモヤしていた気持ちにケリをつけたかったから。とにかくゼリスカさんたちはどこかに隠れていて、デスガンは私一人で戦うから。死ぬかもしれないよ。覚悟の上よ。私が死んだところで何か問題でもあるの？そうね、悲しんでくれる人はいるかもしれない。でも私が突然死んでも困る人はきっといない。お父さんやお母さんだって、お姉ちゃんがいれば。私はね、そんな存在でいるのが嫌なの。デスガンを捕まえればリアルでだって認めてもらえるかもしれない。だから奴の相手を譲る気はないわ。なるほど、死の恐怖より自分の欲求が勝ったということか。違うわよ。そりゃ逆らえばあんたを殺すとか言われていたけど、あんたを守るとかそういうんじゃないから。なんでいつもいい方にばかり解釈するんだか。あたしはいい人じゃないの。自分のわがままでここに来たのよ。だから
お願い、お願いだから。みんなはどこかに隠れて、私が戦って隙を作るから、なんとか脱出してほしいの。皆さん、命がけの戦いを前提にしているようだけど、つまりはそういうことなのかしら。この場にいる全員がナーブギアを着用している。ええ、家に送られてきたの。指定の日時にナーブギアを使ってログインしろって。ナーブギアが盗まれたってキリトさんが言ってたけど、これってもしかして。おそらくその盗まれたナーブギアだろう。やれやれ、まさか盗品をプレゼントされるとはね。どうやって住所を調べられたのかは全く謎だけど、私も自宅に送られてきたわ。僕もそうだ。まあクレハ君たちまで来ているとは。つまりみんなデスガンの誘いに乗って罠にはまったというわけか。罠でも何でもいいわ。だってデスガンの強行は見過ごせないもの。ザスカーの一社員として。ザスカー、君は運営の人間だったのか。もちろん、データの閲覧をはじめとして運営に干渉は一切できないわ。ここではあくまでも1プレイヤーよ。だから今までは攻略の最前線には立たないようにしていたの。何か隠しているようなのは気づいていたけど、てっきり軍人か諜報機関の人間だと思っていたよ。私はただのプログラマーよ。だけど、いえ、だからこそ見過ごせないの。 GGO で殺人なんて。まさかいたずらだって言うの。いたずらにしては手が込みすぎているわ。ナーブギアなんて手に入れようと思っても無理だもの。状況がわからなさすぎる。周囲を探索してみるか。リーダー頼んだよ。クレハ君もひとまずはそれでいいだろう。あんた、なんでこんな危ないところに来たのよ。私は何やってんだろうね。バカなことだって分かってる。でもリアルに戻ったところで結局私はお姉ちゃんの影。GGO ではあんたの影なんて絶対に嫌だから。そんなの GGO に来た意味ないじゃない。お姉ちゃんがいない世界なら、そう思って VR ゲームを始めたの。みんなお姉ちゃんの妹じゃない、クレハとして認識してくれる。すごく嬉しかった。もっと強くなって誰もが知るくらい有名になれれば、私はリアルでも強くなれると思ったの。そうしないと多分
私は嫌いになっちゃう。大好きなお姉ちゃんを。それなのに、こっちはすごく必死なのに、あんたはどんどん成長して私を追い越しちゃうんだもの。本当に腹が立つわ。私嫌いになりたくないのに、あんただけは絶対に死んでほしくないの。意外と似た者同士だったのね。全く違うタイプだと思ってたけど、考えていることは同じか。私たち付き合いは長いけど、まだまだ知らないことがあったのね。さあセリスカさんたちのところに戻ろう。あんたと二人で話せてよかった。行けります。セリア行くわよ。頑張ります。行くわよ。買いますよ。ちょっと待って、私一人で戦うって言ったでしょ。だから私が突っ込んで敵の情報を探るわ。みんなは距離を取って対策を考え。クレアちゃん一人で勝てる相手ではなさそうということは分かっているのね。分かってる。でも最初に脅迫が来たのは私。すぐにみんなに打ち明けていればこんなことにはならなかった。今はバカなことをしたって思う。でもあの時、これでみんなを見返せる、認めてもらえると思ったのに事実なの。だからせめて責任は取らせてほしいの。みんなにもしものことがあったらなんて考えるだけでいいや。責任というのであれば、ザスカーの一員である私の方こそ責められるべきです。あなたたちは私が守ります。命。素晴らしい責任感だね。安心しなさい、イツキ。あなたも私が守ります。あなたも愛すべき GGO のプレイヤーですから。まいったな。今までの悪行を全て懺悔したくなる気分だ。あなたの長話は聞きたくないわ。みんな待ってください、私が突撃します。私は NPC なので壊れても問題ありません。相手はかなりの強敵よ。悪いけどレイちゃんではおとりにもなれないわ。そうよ、レイちゃんはご主人様をしっかり守んなさい。私が行くわ。いいえ、私が。マスター、私もそれがいいと思います。大賛成です。やれやれ、うちのリーダーは厳しいオーダーを出すね。でもあなたが言うと不思議とできそうな気がしてくるわ。指揮は任せたわ。行くわよリーダー。行くわよ。行くわよ。でどうでしょう。エリス、助かるよ。消えた。魔法を入れるわ。
弱ってるわよ。今のチャンス。何かしてくれ、後輩です。弱ってるわよ、今のチャンス。ヘイトを散らしてくれ。残り3割、いけるわ。弱ってるわよ、チャンスだよ。一気に行くよ。それなら弱ってるわよ、今のチャンス。倒せます。弱ってるわよ、決めた。あ、助かるよ。危ない、やめて。やるわね、これは嬉しいのです。これからこれから、やったね。行くわよ。回復します。アファシス。勝った、私たち勝ったのね。かなりギリギリだったわね。でもこれはどう見てもデスガンではないわ。それにログアウトする方法も探さないと。アファシスさん、アファシスさん、応答してください。アファシスさん、ゆい、まさか。回線を開放してください。わかりました。アファシスさん、ようやく見つかりました。ご無事に。変なところに転送されてしまったようです。マスターたちもログアウトできません。それは仕方がありません。アファシスさんたちがいる場所は GGO ではないですから。なんですって？まさかナーブギアに仕掛けが。ナーブギア？なぜそんなものを。え、パパ？はい、わかりました。パパ、準備 OK です。キリトさん、キリト君。デスガンに脅迫された？デスガンなら、あ、いや、デスガンを名乗ったプレイヤーたちなら警察に逮捕されたよ。俺はそれを知らせにログインしたら、ユイがアファシスが GGO からいなくなったと慌てていたんだ。アファシスが消え、君たちとも連絡が取れなかった。一体何が起きたんだ？それは僕から説明した方がいいだろうね。ここはデスゲームエリア。 GGO とは似て非なる世界さ。リーダー、クレハ君、セリスカ君たちはナーブギアを装着している。デスガンに仲間の命を奪うと脅されてね。そのナーブギアには仕掛けがあってさ、ログインすると自動的にここに転送されるというわけさ。詳しくはパイソン君に聞いてくれ。僕はプログラムは詳しくないし、実は長話はあまり好きじゃないんだ。そう、君が1プレイヤーから英雄になったように、僕は魔王になったというわけさ。クレハとゼリスカが来たのは誤算だったな。大抵の人間は自分より大事なものはないから。だけど君は必ずここに来ると思っていたよ。僕と君の絆を、君には僕しかいないことを。だけど結果は君が言った通りだった。君が言う仲間はみんな本当の仲間だった。君は僕を許さないだろう。それは当然だ。僕は君を、仲間たちを裏切ったのだから。もう君とは。いや、やめておこう。魔王は魔王らしく最後まで役目を全うすべきだ。君も英雄らしく、その力を持って僕を断罪するがいい。魔王を倒さないとこのゲームは終わらないよ。
分かっているだろうけど、時間を稼げばいいと思ってはいけない。勝つつもりでいかないと一瞬の隙が命取りになるぞ。こうなったら何度でもどんな敵でも倒してみせるわ。無冠の女王の名は伊達ではないことを見せてあげる。あんたと一緒なら負ける気はしないわ。ラストバトル必ず勝つわよ。私は知っています。マスターは今までいっぱい頑張ってきました。だから自分を信じてください。まさかあれを倒すとはね。君は英雄だ。銃を手に困難を切り開き、英雄の名を確固たるものにした。絆で結ばれた仲間たちと共に奇跡を起こし、凶悪なドラゴンを倒し、そして魔王すら滅ぼすだろう。ずるいな、英雄ご一行は。魔王にも仲間がいたっていいと思うんだけどね。イツキ、銃を捨てなさい。なんでこんなことをしたの。私たち仲間じゃなかったの。イツキ、おとなしく投降するんだ。ユイたちが警察に連絡した。もう逃れることはできない。クレハ、ゼリスカ、そしてもう一人の英雄キリト。僕が君らの仲間になるのは難しい。僕は君たちのようには強くない。違う。
イツキさんは間違ってる。誰だって最初から強いわけじゃない。強くなるんでしょ。罪を償いなさい。今ならまだいつかやり直せる可能性もあるかもしれない。ごめん。その銃はずっと持っていてくれてたんだね。魔王の企みは大失敗だ。本当なら今頃仲間に見捨てられ人間不信に陥った君を僕だけのものにしていたはずなのに。騙されたことを怒っているのかい？そうだね、君はそういう人だ。なぜ撃たないんだい？まあ僕もナーブギアを装着しているんだけどね。君が引き金を引けば僕は死ぬ。君に人が殺せるかな？なんてね。冗談だよ。魔王を倒すのは英雄の務めだ。それが果たせないなら僕が。重大違反を確認。 GM 権限を停止します。まもなく本システムは全機能を緊急停止します。プレイヤーの皆さんはログアウトしてください。時間切れか。繰り返します。まもなく本システムは全機能を緊急停止します。プレイヤーの皆さんはログアウトしてください。また会いに行くよ。仮想世界か現実世界なのかは分からないけど、だってまだ聞いてないからさ、君が仮想世界に来た理由を。おめでとう。実に見事な勝利だった。改めて称賛を送ろう。クリアおめでとう、勇敢なる者たちよ。前に言っていた政府関連の知り合い、機構課に連絡した。そいつに君たちを会わせることも考えたんだけど、油断できないやつでさ、俺から話させてもらうよ。まず君たちを脅迫したデスガンだけど、パイソンが取った別アカウントだった。デスガンのアバター名はステルベン。そもそもデスガンという名前のアバター名ではないんだよ。迂闊でしたわ。そのパイソンがデスゲームエリアも作ったわけですね。まったく、まさかあの男が。まあツリスカはもう知っているか。ええ、ザスカーの社員、しかも私の上司だもの。全く好意も敬意も持てない人だったけど、ザ・シードを悪用しデスゲームを再び行おうとするなんて。パイソンはイツキに手を貸し、プレイヤーのアカウント停止などザスカーの権限を使っていたらしい。じゃあ打ち上げの時のあれも。確か公式ではサーバーの問題だとか言ってたけど。残念ながらその通りよ。
デスゲーム空間構築の準備の一つだったんでしょうね。パイソンはイツキに心酔していたようだ。警察の取り調べに対しイツキの素晴らしさを延々と語っているってさ。でも肝心のイツキはどこにいるのかすらわからない。アルファルドのメンバーたちを調べてみても誰もリアルのイツキを知らないんだ。いや、みんな聞いている情報が少しずつ違うという方が正確かな。住んでいる場所、職業、年齢、意識的に情報を混ぜていたとしか思えない。何それ、じゃあ手がかりは全くないの？アクセス履歴から探っているらしいんだけど、最初から警戒していたのであれば自宅からログインなんてしてないだろう。最初から GGO を始めた頃からあいつは誰も信用していなかったということね。そういうことになるね。それと君たちから警察が回収したナーブギアだけど、クレハとツェリスカのものは偽物だったよ。アミスフィアの外観を偽装したものだったってさ。はあ？なぜ？研究施設から盗まれたのは2台だけだったんだ。誰に偽物を送るかについては特に意図されていなかった。いや、あえて運に任せていたようだ。パイソンが預かった包みは3つ、それを指定された住所に送っただけだと言っていたそうだよ。君のものだけ本物だったというわけだ。私たちは嘘のデスゲームを仕掛けられたというのね。ひどいペテンだわ。残りの本物は機構課が警察の威信にかけて全力で調査中だそうだ。正解はイツキに聞かないとわからないな。ごく稀にナーブギアを隠し持っている人もいるらしいし、おそらくイツキには現実世界でも協力者がいるんだろう。ナーブギアを盗み出した実行犯がイツキ本人だとも思えないし。機構課は徹底的に洗い出すと言っていたよ。俺からの報告は以上だ。また何か分かったら必ず連絡するよ。あ、そうだ、落ち着いたらうちに来てくれないか。アスナたちも気にしているから。なんというか。そうね。どうしたのですか？お腹が痛いのですか？違うって。やったーって感じなのに素直に喜べないというかさ。腹黒だとは思っていたけど、まさか本当に犯罪者だったとは。しかも人のことを軍人だと思っていたなんて、最後まで失礼極まりないやつだったわね。それはちょっと仕方ないかも。信じられない、イツキさんが私たちを殺そうとしたなんて。正確に言えば試そうとしたなんだろうけど、あの人にとって私たちは仲間じゃなかったんだね。そんな風にくよくよ思っていたらあいつは大喜びするわよ。私は絶対に許さない。あいつにはあいつなりの葛藤や事情はあったと思うわ。それでもどんな理由があっても私はそれを否定する。ゲーム強いな、ツェリスカさんって。私は多分当分はモヤモヤしそう。私だって自分のためにみんなを危険に巻き込んだんだもの。イツキさんも何かあったんだろうなって。でもそれはみんな無事だったから言えるんだよね。この中の誰かが殺されていたら私も絶対許せないと思う。あんたはどうなの？そうだよね、まだ考えなんかまとまんないよね。いつきさんはあんたを、あんたといる時はすごく楽しそうだったから。だけどさ、悩むのもいいけど一番大事なことがあるでしょ。
みんな無事でよかった。あんたも、私たちも、いつきさんも、みんな生きてる。ええ、クレハちゃんの言う通りよ。振り返ってみると奇跡の連続だったわ。一人でもあの場に来なければきっと私たちは全滅していたでしょうね。それにゆいちゃんがレイちゃんを探していなかったらログアウトできないままやられていたよ。もちろん割り切れないものはあるだろうけどさ。そういえばアスナちゃんたちが待っているというお話だったわね。そうです、みんなで行きましょう。じゃあ私たちは先に行ってるね。あんたは少し休んでから来ればいいわ。マスター、わかりました。キリトのホームで待ってますね。お、来た来た、待ってたわよ。主役さんはこちらです。さあさあ奥へどうぞ。すごいです、いっぱい人が来てますね。おい、主役席はここらしいよ。びっくりしたかい。俺も予想以上に盛大で驚いたよ。キリトと私も主役の一人なんですって。はい、別名一人で勝手に行動して危険な目にあって、もう本当にすごく心配したんだから、後でお説教よ。席。それ言ってたの絶対にアスナよね。待て、俺も説教なの？おい、ユイ、その辺詳しく。私たちもお説教か。ま、みんなに心配かけちゃったものに。そうね。それにキリト君たちが助けに来てくれなければ、今こうやって、皆さんとお会いできなかったかもしれないもの。ま、腹はくくっておきなさい。私は覚悟しているから、 BOB に出ると決めた時点で。シノ、かっこいいけどかっこよくないよ。さあ、主役も揃ったことだし始めましょう。私たちの仲間の無事生還を祝って。乾杯！頑張ったね、みんな。最後の戦いはちょっとヒヤリとしたよ。情報が全くない状態でのボス戦です。私もとても緊張しました。ドキドキです。そりゃそうだよ、仲間の命がかかっていたんだもの。デスガンとキリト君たちの戦いも見ていて本当に怖かったよ。モニター越しで助けに行けないのって思った以上にきついよね。だけどみんな根っこでは信じていたよね。絶対に私たちのところに帰ってきてくれるって。そうかも、だってキリト君だもん。あなたもね、なんかそういう風に思えちゃうところがあるんだよね。信頼ですね。絆と言ってもいいのでしょうか。はい、プレミアさんの表現は適切だと思います。よし、お祝いにお姉さんがハグしてあげよう。ほら、まずはシノンから。うん、じゃあ僕もおめでとう。苦しい。二人とも STR 高いからな。アファシスちゃん、よく俺様のところに帰ってきたな。帰ってないです。お前さんたちもよくやったな。けどよ、俺様には相談してくれてもよかったじゃねえか。ああ、その発想はなかったかも。でも助けに来てくれてありがとう。当たり前だよ。仲間がピンチの時に駆けつけねえのは男じゃねえからな。なっ、俺様のセリフを取るんじゃねえ。まあまあ、おめでとうさん。
いろいろ考えることはあるだろうけどよ、今はパーッと楽しもうぜ。たまにはいいこと言うじゃない。楽しめるときは楽しむに限るわ。そうですね、生きていること、こうしてみんなと笑い合えること、当たり前かもしれないですけど、すごく嬉しいです。コングラチュレーション、ゲームクリアおめでとうといったところだな。まだまだ次のステージは続くけどね。 GGO でもリアルでも。大変そうだけど楽しみでもあるわね。攻略というものはそういうものよ。あなたならきっとトッププレイヤーになれるわ。ああ、いいガッツだ。それと仲間がいれば大抵のことは乗り越えられるさ。ありがとう。私もそう思う。みんな楽しんでる？飲み物は足りているかしら？あ、アスナ！今日は一日たっぷり盛り上がって、明日は反省会かしらね。キリト君、シノン、あなたたちも。お帰りなさい。ただいま。本当よ、いくらキリト君と気が合うからってそんなところまで似なくていいんですからね。なあアスナ、今回俺ちゃんと相談しただろ。聞いてません。デスガンと直接対決するなんて。それはやむを得ない事情があったって言ったじゃないか。俺だってまさかあんなことになるとは。気にしなくていいですよ。ママはパパや皆さんが無事ですごくすごく嬉しいんです。わかってるって、アスナの顔を見ればね。アスナちゃんの相手はキリト君にお任せするのが正解ですわ。あのさ、改めて乾杯しよう。私たちの生還を祝って。とても小さな偽りもあるデスゲームだったけど、命を懸けた戦いだったのは真実よ。その時あなたたちがそばにいてくれたことに感謝を。おめでとうです。了解。じゃあしばらく待機だな。標的はまだ見えないって。もうしばらく待ちだな。俺たちはランキングに乗っているメンバーが多いから、プレイヤーに狙われることもよくあるけど、自分たちを餌にする発想はなかったな。どんなパーティーが来るか楽しみだ。だいぶ元気になったみたいだな。よかった。君たちの恐怖やショックは少しはわかるつもりだよ。俺もかつて経験したから。仲間を失ったこともある。人を殺したこともある。デスガンを追う中で改めて自分のやってきたことを突きつけられたよ。だからさ、君のことは本当にすごいと思っているんだ。仲間を一人も失わずみんなで帰ってきた。君はずっと何かを悩んでいるみたいだけど、そこは誇っていいんじゃないかな。本当に強くなったな。その答えを出すのはとても難しいな。それが弱さなのか強さなのかも含めてさ。多分イツキは弱い人だったんだろうな。デスガン事件の犯人の一人、進化は教授に似ていると思う。彼は強さを追い求め、シノンにその理想を重ねていた。イツキもきっと君に何かを重ねていたのだろうね。パパ、ターゲットを発見しました。エギルさんたちの前方に敵。
ありがとう、ユイちゃん。こちらでも確認したわ。エギルさんたちすっかり囲まれてるってこと？大丈夫？問題ない。殺したって死なないメンバーだからな。シノンたちの準備は？とっくに完了しているわ。いつでもどうぞ。お出ましみたいよ。こちらからご挨拶しちゃいましょうか。ええ、挨拶は大きくが基本よね。あそこだ。あとはよろしくね。あんたたちの相手はこっち。クレハ、シュナー。鬼ごっこしたいなら遊んであげるけど、どっちが鬼かはお楽しみってな。ではスタートですよ。派手に行くわよ。各チーム敵に追われています。そちらはいかがですか？こちらもまんまと追われているのです。用意は全て完了しています。了解です。ではあとは捕まらずに逃げ回ってください。道を間違えました。おーい、こっちこっち。このもう袋のネズミだぜ。ちょこまか逃げ回りやがって。くそ。行くぜ、相棒。